43山、あるいは、明治新山は、北海道ウス郡東野湖町と宗別町の境界、東野湖の南岸に位置する標高252メートルの火山である。ウス山の1910年の噴火活動によって、形成された川火山である。デーサイト質の粘性の高い溶岩が、地下から水のぼし、土壌を持ち上げて作られた潜在溶岩園長級。形成当時は、 各所から盛んな噴気が見られたが、21世紀初頭の現在は、前山を落葉紅葉樹林に覆われ、一部で弱い噴気活動が見られる程度である。1910年は、ハレー彗星が地球に接近していた時期にあたる。彗星によって地球は空気を奪われ、全人類は滅亡するとのデマが、世界的に流布し、日露戦争の勝利に浮かれる人心に冷水を、 浴びせていた。一方、北海道東野湖周辺では、明治20年代より開始された開拓事業が軌道に乗り、火山性の肥沃な土壌と温暖な気候を生かして小麦畑やリンゴ園が次々と開かれていた。当時、現在の東野湖温泉街にあたるうっさんぽくろく、東野湖南岸は、アイヌ語で、廃村を意味するトコタンと呼ばれる、変皮な乾村だった。 そんな折、とこたんに、秋山行くたけしという僧が現れる。1873年に、徳島県に生まれた秋山は若き日に、新影流剣術や魂流柔術など、各種の武道を極め、日清戦争直後の生態の役にも従軍した。平役期を終えた、彼は、北海道に渡り、日記町で開墾に従事したり、阿武田町で蓄音機を有料で視聴させるなどして、 生計を立てていたが、一旦内地に戻り、さぬきの琴平宮で出家する。元来、琴平宮は、神仏集合のコンピラ大権限として、別当時の松尾寺、根光院を有していたが、明治初期の廃仏希釈や、神仏分離令の影響で歴代の仏像、仏具の大半を破却に追い込まれていた。秋山の修行時代は、まさに、松尾寺が、存亡の危機を迎えていた時期にあたる。 同じ頃、東野湖南西岸、月浦集落に、農業や運送業を営む有力者、篠原又兵衛がいた。香川県生まれの篠原は幼い頃より信仰心、厚く、明治30年頃に、故郷より、琴平宮の分礼をいただき、自宅の裏山に祀っていた。1908年、松尾寺での修行を終えた秋山は、北海道に再度渡っていたが、 東屋湖周辺の風光明媚な光景に惹かれ、この地に、コンピラグーコンュの夢を思い描く。秋山は、本山から、松尾寺最高の夢を託されたとの触れ込みで、篠原に接近し、競技を重ねた末の同年10月、コンピラ寺の仮本堂を竣工させる。もとより、東屋湖周辺の開拓民は、四国出身者が多かったため、ふるさとの神様を迎えた、地元住民は狂気し、 上等式には、アブタ、装別、ルスなどから千数百人の全男全女が詰めかけたという。アブタ町でも十万坪の土地を売却して事業に援助。官民一体でのコンピラ寺整備につられ、周辺には小規模ながら、門前町が整い始めた。そして、明治40、まさに噴火の4ヶ月前のことである。 ウッサン明治活動で最初の噴火を起こす本堂の裏山はコンピラ山と称されていた。明治43年7月19日午前11時43分、ウッサン周辺で最初の有感地震が発生。22日午前6時から地震活動は本格的となり、23日に110回、24日には共振62回を含む313回、25日は 共振31回を含む162回の地震を記録。度重なる地震を受けた室蘭警察署長の飯田誠一は、ウッサン周辺の全住民に対し、住民1万5千人全員、宇山より三里園に退避すべしとの避難命令を出す。後に、昭和新山の観察記録で名をなす三松正夫は、当時は、送別郵便局の局長代理を務めていた。 通信確保のため退避の許可が降りず、地面に畳を敷いて、徹夜で勤務していた、彼は空に大きくハレー彗星を眺め、やはりこの彗星は、不吉なのだと思ったという。7月25日午後10時、コンピラさんから、最初の噴火。当時、東野湖対岸の東野村で小学校校長を、務めていた、秋元長次郎は、噴火のありさまを次のように記録している。 10時半頃揺れてからしばらく経って、地下行く百尺か、幾く千尺か、南方三六にあたって、万来のとどろきと言わんか、幾く千万来のとどろきと言わんか、強音を発した。揺られ揺られて飲み寄った、打診にはこの上ない爽快な豪壮な感覚をしたので、ある。鳴り出したと思ううちに時間に、先行電光をひらめき渡ったのは一切に止まらなかった。巣は爆発と思う間もあらせず、 黒煙数百尺の上天に衝動した。折しも東風吹き渡って黒煙は、ポロモイコハミより、成橋方面に持ち去ったけれども、ゴーゴーたる響く音は止まない。一面土砂を噴出すれば、幾千尺の地下よりとどろきまた噴出する。この度に殿下が、黒煙の中にかすかに見える。とどろきなる爆発するという順序でこの夜は、第一回の噴火を。 床端市街地広報の山腹よりしたのである。万有の神も、ここに、書道の土神を、コンピラゴン原道の後に発ししまったのである。翌26日には、コンピラ山西方の奥と、空滝沢で噴火。泥流が発生し、空、滝沢を流れ下った。27日の午前2時には、コンピラ山から、とこタ集落を挟んで東に600メートル離れた。 西丸山から噴火し、直径90メートルの火口を形成。火口から流れ出した泥流は幅200メートルに及び、時速20マイルの速さで、現在のホテル万生閣の付近を流れ降り、東谷湖に流れ込んだ。27日から8月4日までの間は噴火の最盛期で、1日平均で4、5回の噴火が頻発。7月31日午前9時の噴火では、 高径211メートル、深さ41メートルと、明治噴火中最大の火口を形成した。この火口は現存し、当時、近隣に住んでいた、あの玄太にちなんで、玄太穴と呼ばれている。8月3日には、室蘭から噴火を見物に来ていた、矢島坊が非常線を突破した結果、100度近い温度の、泥流に巻き込まれて死亡した。明治噴火中、唯一の死者である。 一連の噴火活動では、コンピラ山、西丸山、東丸山にかけての各所で、水蒸気爆発を繰り返すことで36から45個の河口が形成され、そのうち5個の河口から泥流が流れ下った。泥流による堆積層は厚さ2から2.5メートルに上る。なお、噴火活動の最中に、アブタのアイヌの長老が5人連れ立ち、ウッサンに向けて、ロルンベを行った。 以下は、当時のアブタ小学校関係者が再録した祈りの文句である。日本五百天上の日の神、おいのかい。あなたは常に天におられて、この国の木の数々、草の数々、獣の数々、虫や魚の果てから山川、海までも作られた。それなのに、今どこからか悪者が現れ、この地を揺り動かし、数々のものを騒がし煙を吐き、石を飛ばし、 あるいは灰を降らしてあなたが作った万物を滅ぼそうとしています。どうか一時も早くあなたの力で悪魔を平らげ、災難を取り除いていただきたい。8月1日、東丸山と西丸山の間に位置する湖岸で1メートルほどの流起が認められる。やがて流起のスピードは1日に3寸に及び、8月12日には東丸山山麓から眺められた西丸山が、 土壌の隆起に遮られて見えなくなる。8月20日頃には、新山の誕生が誰の目にも明らかであった。11月上旬、現地に赴いた火山学者、大森房さきによる測量で、元は海抜60メートルだった平坦地が150メートル、隆起し、海抜210メートルの新山が形成されたことが確認される。地殻変動によって、 東野湖は水位が一1五メートル上昇し、東野湖唯一の流出河川である総別川では水害が頻発した。総別川の水位が平常地に戻るまで三ヶ月を有したという。形成当初は新山と呼び習わされていた山は、九百三十一年頃に当時の阿武田町長と東野湖温泉の有志が明治四十三年にできた山だからとの理由で四十三山。 と命名した。さらに、昭和新山の噴出以降は、明治新山の名も定着した。形成当初は全山を火山灰に覆われ、各所から噴起を繰り返していた43山は、現在では全山を紅葉樹林に覆われている。噴火による被害は、建築物の全壊20棟、農作物の被害8500ヘクタール、死者一人である。その年の3月に混流された。 コンピラ寺本堂は大量の噴石を浴びて大破した。数年代経営にシンクセル、コンピラ寺は噴火鉱石のために本堂噴彩育分の茂の気になり、コンピラ市街予定地も全く人を見ず、一体後輩堆積せるもの数寸、今や夏すでに半にして、薄っの草木後輩鉱石のためよりまた古村万木、また高量たりき。そう、秋山は、 東野後半での霊場建設を諦め、1913年、くっちゃんに移転して新たな寺院を建立した。それが、今に続くくっちゃん町のコンピラ寺である。郵便広告を利用して、北海道全域に数万枚のチラシを配布し、派手な衣装で近隣の村落を練り歩き、さらに寺に隣接して、武術道場を開設するなどして、各方面に働きかけた結果、 大正から昭和にかけて道内屈指の寺院として栄えた。祭りの3日間だけで10万人の参拝者が集った記録もあるという。1927年、55歳の秋山へ行く武は寺を養子に譲り、小樽市の大本院に移った。後に昭和新山が形成される送別町の深場、集落では明治の噴火活動以降に、 村内の湧水の温度が急激に上昇し始めた。大正2年には温泉旅館が進出、飲食店も立ち並び、個数50個余りの温泉街として繁盛し始めた。しかし、大正5年頃から湯の温度が低下し、集落は元の乾燥に逆戻りした。1917年6月、杉山春樹、安西岩吉。 そして、送別郵便局長の三松正夫の三人が、鉱山見学の帰り、西丸山山麓の東屋湖畔で厚湯が湧く現場を発見する。地面を掘り下げて湯をため、温度を測ったところ43度を記録。温泉として立派になり立つことを確認し、同庁に発見者三人の名義で温泉利用の出願を提出する。同年秋には、温泉旅館、 流古館が建設された。これが現在に続く東野港温泉の回帰である。観光情報。ありがとうございます。